今思えばあのー、PMS だったんじゃないかなって思うこともやっぱ多々あって、うんうん、私もめちゃくちゃ思って「うんうん、自分ががメンタルが弱いんだって、うんうん、トークアープ一1252」12。 こんにちは伊藤花江です。トークアップ一二五二は毎回さまざまなゲストをお迎えして女性の体とスポーツをテーマに楽しくお話をしようという企画になっております。今回のゲストはこの方です。皆さんこんにちは。モトモトミント日本代表の塩田彩子です。よろしくお願いします。ます元気時代一緒にね北京、うん、ロンドン、はい、一緒に覚えてますよ。そう北京の時はもう、うん、おぐ塩で。 めっちゃ輝いてたから、すごい。まあ、そんななんか輝いてる玲子さんにも、やっぱりこういろんな不調があったと。いうことで、現役時代、この月経にまつわる悩みとかって、どんなのありました?。あのー、まあ、やっぱり。普通にこう生理が始まったら、お腹が痛いとか、まあ、腰が痛いとか、まあ、まあ、普通にこうよく言われる。症状っていうのは、あったんですけど。あの、すごいこう印象にあるのは、私は胸が張って、すごい痛かったんですよ。で。 もう今思えば PMS だったんじゃないかなって思うこともやっぱ多々あって、うん、というのもやっぱり何か練習しててもやる気が出ないなとかこうあ寝ても寝ても眠たいなとかなんかこう不調があってでもそれがあの知識がなかったから。 PMS だなんて思ったことも一回もなくってそういう,こう月経前にもそういった症状があるっていうのを現役の間は全く知らなかったから結構その当時そういう症状になった時にななななんんんかかか自分っっっててだと思たたたりしましし、うんうん、しままし私もめちゃくちゃ思って自分がメンタルが弱いんだって。 と思ってたんですけど、うん、ありますありますそれとか <laughs>、うん、なんか毎日がん毎日頑張れ頑張れって言われるじゃない、うん、でも365日 <laughs> 毎日頑張れないよって思う時が <laughs> あったりとかね、うん、でもなんか自分でもわからないこのな、うんでやる気が出ないんだろうっていうのはうん、うん、結構波があるじゃないスリートってすごいこうあ多分こうパートナーに迷惑かけてんだろうなとか。 うんあとそれをやっぱりこうコーチにその怒られたりだとかうん、うん、<ー>そのやっぱりやる気がないっていうのは練習集中できてないよって怒られたりするじゃないあそっかない競泳はなんかやる気がないのはま気づかれないうん、うん、って感じ、ね、水の中であそうなんだでもタイムには出るかもしれないけどな,い <laughs> なんかこうピルを 処方して飲んだされて飲んだっていうのあったと思うんですけど、うんうん、そうきっかけとかってあったんですか？うんうん、きっかけは、うん、あの2007年の世界選手権があったんですけど、うん、まあ2008年があのオリンピックイヤーで、うん、私たちはあの1年間かけてオリンピックレース1年間かけて戦うんですよね。うん、まあその世界選手権もその世界ランキングのポイントにとってはすごい重要な大会になってくるから、うん、そこでちょうど生理が重なるっていう時があって、うん、でそれをどうにかできないかな。 って思ったときに、初めてドクターに相談したんですよ。うん、チームのドクターですか。えっと、ジスの、あ、ジスの先生、ジス、うん、の先生だったと思う。うそしたら、あのピール使って、ずらすことはできるよっていう提案をもらって。でも、それがね、えっと、世界選手権の多分三か月ぐらい前だったから。<laughs> そう、結構ギリギリだったよね。でも、ね、ギリギリですよね。うんうん、それで、全然大丈夫でしたの。そのいや、でもね、やっぱりちょっと、あの、太ったんですよ。うん。 でも、まあ、生理が重なるよりはいいかなっていう、なんか、そのバランスにかけるのはすごい難しかったのを覚えてます。うん、で、結構、良かったですか、うん、パフォーマンスは。でも、ね、その時は良かったんだよね。結果としては、のはうん、あの、メダルを取ることができたんですよ、ね。そう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 。うんうん、なので、まあ、やって良かったなっていうふうには思ったんですけど。うん、でも、結構、その三ヶ月間は、うん、あの、その食事。 面でのコントロールだったりだとかし、うん、したんですか？した。すごい。結構苦労しました。最初だか、ピルを飲む時ってなんか抵抗ありました。うん、あった。そもそもピルってやっぱり非人薬っていうイメージがすごい強くて、うん、その月経をコントロールするものっていうところが。 私だから2007年なんでで歳まで全くその意識がなかったんですよ、うん、なのでまずそのピルを飲んだらコントロールできるっていうのにすごい衝撃を受けたのを覚えていて、うんまあ、じゃあその当時の空気としたらやっぱりその月経でピルを飲,む飲んでる選手って本当にいなかった、うん、周りにいなかったいないですよね、うん、なんかもうちょっと早く教えてほしかったなって思うん、よね 月経の問題を例えばコンディションとしてちゃんとこう入れてトレーニングしていくのかっていうの自由だと思います、うんうん。めちゃくちゃ思います。うん、だって我慢一択しかなかったですもん。<laughs> 我慢一択だよ、ね、<laughs> じゃない？本いや本当に我慢です、ね。我慢一択でしょ？<laughs> だけどまあま本当にその。 月経に応じてなんかこうトレーニング方法とかで、うん、コントロールしていったらもっと自分のパフォーマンスは変わったんじゃないかっていう、うん、まあたられバの話にはなるんですけど特に学生スポーツって決められた指導者で、うん、その決められた空間で決められた大人としか、ね、接することがなくて、うん、本当になんかこうだからこそ周りの,その、ね、スタッフだったりうん、うん、親がしっかり管理してやんなきゃなっていう、まあ、そこまでこう責任をて 思ってなんかこう見てあげないとなんか将来的にねやっぱすごい苦しんでる人たちってやっぱ実際にいいるじゃないですか、うん、まあやっぱり生理ってそれぞれそのなんだろうこう体の変化っていうか重さ痛みとかの重さも全然違うし難しいところではあると思うんですけどでもやっぱりなんかその自分の不調をちゃんとこう言えるっていう。 ところは絶対に必要なのかなっていうのを思っていて、うん、それこそ絶対アスリートってすごい頑張ってるから、うん、その花江ちゃんみたいにもう私はなんでダメなんだろうなんてメンタルが弱いんだろうって責める人が多いと思うんですよ確かにねなんかでも今日はしょうがないよ生理だもんとか p m s,、うん、<S だもんもうすぐ生理来るんだからしょうがないよっていう一言でうん、うん、あそうなんだって多分気がちょっと楽になるっかなると思うね。 男性の指導者、まあ、どういうふうにコミュニケーションを月経に対して取ればいいかっていうのを悩んでいる方いっぱいいると思うんですけど。なんかどんな言葉が嬉しかったかなっていうのと、なんかちょっとアドバイスあったら教えてください。うんうん、まあ、正直、その男性、えっ、ー、と、指導者の方から。今日、その生理なのって聞くことって、本当ナンセンスなこと。 アスリートとしてはもちろん聞いてほしいところはあると思うんですけど多分男性もハードルが高いし聞かれた方も困るかなっていうのはあるんですけどそういう女性の体に対してもなんか勉強してる姿勢とかっていうのをなんか見せることも大事ですし、うん、じゃあ一緒に学ぶ機会を作ろうよとか、うん、あ先生も素人してくれてるんだっていうのが分かると、うん、そこでやっぱ関係性としては少し言いやすい状況もできると思う 月経の話をする以前にやっぱりお互いの信頼関係なりこういうことを言った時に拒否しない先生なんだコーチなんだっていうのが生徒側もねちょっとそこで理解できてれば話しやすすすいいでよよねと思ま女子のサッカーチームの取り組みでそういったスタッフ監督さんたちコーチと一緒に学ぶっていう場があって監督にどうしてほしいかって。 っていうアンケートを取ったら、うん、何もするしてほしくないそっとしといてほしいっていうのがやっぱり選手の声として一番大きかったんだけど、うん、だけど理解を示してほしいっていう,うん、うん、なんか指導者は何か声をかけてあげようっていう思うよりは <laughs> ま,まずは知って受け入れるっていうところからスタートするのが、うん、まあより選手を知る機会にもなるのかもしれないなと思いますね。うん、オープンまでいかななけども話せるような入り口が、うんうん 指導者側にも開いてるといいですよねいや本当に、うん、そう思います、はい、では玲子さん、はい、最後にこの動画見てくださってる方うん、うん、多くいると思うんですけどもメッセージ、うん、お願いしますはい えっと、そうですねあの本当にまあ月経によって、まあ、コンディションって本当に人それぞれでなかなかそれをこう周りに言う勇気がなかったりだとか一人で悩,む悩んでるっていう人も多いとは思うんですけれども少しの勇気で自分のこうストレスなくこういいコンディションをあの作る環境っていうのはあのできると思うので自分にできることっていうのをこう考えて、まあ、少しでもこういいあのパフォーマンスにつながるように頑張ってください。 ありがとうございました、はい。ありがとうございました。それでは次回のトークアップ1252もお楽しみにありがとうございました。